ラウバーン様、暁のお二方をお連れいたしました。おお、来てくれたか。ギムリとの戦場以来だな。また達者な姿を見ることができて何よりだ。あれからのことは暁の報告で聞いてはいるものの、ことが異世界に及ぶとなると我が輩の知識では理解が追いつか。貴様の口からぜひ詳しくと言いたいところだが、こちらも差し迫った状況でな。それもこの者がもたらした情報によるものだ。よもや紹介する必要もなかろう。また会ったな、エオルゼアの英雄よ。そう警戒するな。こたびは争うためではなく、新たな脅威の存在を知らせるために参ったのだ。ガイウスの言葉に嘘偽りはないだろう。この者はかつて己が侵略し、今や敵国となったここアラミゴにわずか二人の部下だけを伴って現れた。我が輩も複雑な気持ちがあるのは否定できんが、その覚悟は信じるに値するものだ。ウヌはすでに竜騎士エスティニアンから聞き及んでいるであろう。奴と我が行動を共にしていたことを。我らは帝都魔道城においてゼノスによるヴァリス陛下の殺害を目の当たりにした。そこでこの絵たちに皇帝陛下暗殺の疑いをかけられた我らは二手に分かれて脱出を試みたのだが、その際かの竜騎士は見慣れぬ魔道兵器と遭遇し撃破したという。後に話を聞いた時、我は耳を疑った。しかし部下と共に調査をした結果、一つの確信に至ったのだ。アルテマウェポンの後継機が開発されていたとな。アルテマウェポンですって？かつてあなたたちがエオルゼア侵攻に投入したあの？そうだ。愚かにもアシエンにそそのかされ、我が再生させた古代アラグ文明の対万神兵器。その末路は知っての通り、目の前の英雄によって撃破された。あれは元はといえばアラミゴの遺跡で発掘されたもの。後継機など作れようはずもないと思っていたが、密かに研究が行われていたようだ。さらに調査したところ、新たなアルテマウェポン計画は第七軍団によって行われていたことが判明した。第七軍団といえば5年前のカルテノーの戦いで壊滅したはずじゃ。軍団長のネイルも戦死したはずでしょ。いかにも。かの軍団は総崩れとなり、生還者はわずかだった。現在の第七軍団は後に再編されたものでほぼ別組織だ。しかも再編後も軍団長の戦死や更迭が繰り返されてな。今や何者が計画を進めているのかすら不明だ。確かなことは、複数の試作機が開発されており、うち一機がエオルゼアに向けて解き放たれようとしていることのみ。我らはこれを阻止しようとしたが、その圧倒的な戦闘力を前に足止めをするのが精一杯でな。ひとまず撤退し、エオルゼア側に危機を知らせることとしたのだ。
やっと戦況が落ち着いてきたところなのですが、新たな火種が迫っているのです。知らせを受けてエオルゼア同盟軍では、改めて国境地帯ギムリトの防備を固めると同時に迎撃作戦の検討に入った。貴様を呼んだのもそのため。アルテマウェポンと戦い撃破したことのある貴様に迎撃部隊への参加を願いたいのだ。無論これは無理強いできることではない。暁の仲間たちが厳しい状況にあるともなればなおさらな。だがもしも参戦の意思ありということであれば、ぜひ解放軍の将校に声をかけてもらいたい。我は足縁を借り尽くすことに執念を燃やしていたが、こたびの件からも浅からぬ因縁を感じている。捨てたはずの過去に決着をつけねばならぬようだ。一度は刃を交えたことのある我が参戦を求められる立場にないことは承知している。がウヌが力を貸してくれるとなれば、これ以上なく心強い。私も国境地帯へと向かい、微力ながら後方支援をさせていただきます。アルテマウェポンの後継機は確かに大きな脅威よ。でも切迫した状況を前に賢人たちを呼び戻すことも大事。第一世界へ行き来できるのはあなただけだしね。どちらを優先させるかはあなたの判断に任せるわ。さて、皆に集まってもらったところで、まずは彼から原初世界の近況を報告してもらおう。ここに来て
アルテマウェポンの後継機とはね。ガイウスの協力は大きな助けになりそうだが。その件ももちろんだけど、今後ガレマールという国そのものがどうなるやらよ。帝都での動乱や体を取り戻したゼノスのこと、どこを切り取ってもきな臭いわ。まさに何が起きてもおかしくないといった状況でしょう。しかればこそ我々も可及的速やかに原初世界へ帰還すべきだとは思いますが。それでは私から皆を帰還させるための準備について状況を共有させてもらおう。まず器となる白聖石をベースとした新たなマグに関してだが、ウリエンジェとベイクラグ殿の協力もあって試作品の作成まで完了したのだ。これについてはわしらの努力というより元となる白聖石の設計が優れていたというべきだろうな。多少手を加えただけで魂と記憶を保存するマグ、名付けてソウルサイフォンへと改良できたのだ。しかしだな、マグが完成したというのに何か問題でも？器たるソウルサイフォンは用意できました。ですがそれに記憶を込めるためには水晶孔にかけられた記憶継承の秘術を組み込まねばなりません。話が見えてきたわ。アラグの秘術は水晶孔に流れる血を触媒にしている。でも当然ながら新しいマグはその血を持たない。その通りです。何らかの手法を用いて記憶継承の触媒となる要素をマグに入れ込まねばならないのです。早い話が記憶継承術を大幅に改変するか、触媒たる血をマグに取り込む方法を見つけるか、二つに一つしかないというわけだ。それで今はこの塔に残された古代アラグの研究記録を改めて調べ直しているところさ。いやはや、アラグの魔科学とは実に途方もないものだな。これが数千年もの昔に栄華を誇った文明の産物とは信じられんよ、まったく。だが理論体系には我らの魔法との共通点も少なくない。微力ながら引き続きわしも手伝わせてもらうよ。この状況で今しばらく時間をというのは心苦しいが、以前にも誓ったように必ずやり遂げてみせよう。だから信じて待っていてもらいたい。お話し中のところ失礼いたします。ライナか、何か問題でもあったのか？いえ、実は闇の戦士殿に頼みたいことがありまして、その姿を見かけたので無礼を承知で参りました。よろしければ詳しくは外でお話しさせてください。それでは失礼します。話ならばここですればいいもの。最近どうもライナがよそよそしい気がする。君が行くのなら私もついて行っていいかい？マグの完成まで待つほかなさそうだからね。
Thank you.
はぐれ罪喰を倒したのですか？本体の到着までは手を出さぬように命じたはずですが。それが私たちじゃないんです。突然現れた旅人らしき者があっという間に。その者が一人で？はぐれとはいえかなりの力を持った罪喰い。相当な手だれとてそうやすやすと倒せるはずがありません。手だれどころか、あんな猛者は見たことはありません。どこからともなく現れたと思ったら、斧を一振りでいとも簡単に罪喰いを仕留めたんです。俺思わずその人に聞いたんですよ。あなたが噂に聞く闇の戦士かって。そしたら一言、自分は光の戦士だと。光の戦士だって？おい、いくら強くたって光の戦士といえば光の反乱を引き起こした大罪人だ。それよりこちらのお方こそこの世界を救ってくれた本物の闇の戦士様だぞ。これは失礼いたしました。お目にかかれて光栄であります。さて、標的であったはぐれ罪喰いが倒された以上、今回の討伐任務はこれで終了となります。各自持ち場に戻るように。あなたと共闘できなくて残念です。これからも闇の戦士様を指標に精進します。結果無駄足を踏ませてしまい申し訳ありません。それにしても光の戦士を名乗る者の正体が気になるところです。先ほどの彼らもそうでしたが、元の意味はどうであれ、光の戦士といえばアルバートたちを想像する者が大勢です。私は水晶校から彼らの行いがあってこその今なのだと、あなたの勝利にも何か関与していたのだと伝え聞いていますが、そんな認識はまだ人々に浸透していないはず。何者であろうと、はぐれ罪喰いを倒してくれるだけならば、むしろ感謝すべきなのでしょうが。ともかく、ここまでご足労いただき、ありがとうございました。それでは、我々はクリスタリウムに戻るとしようか。ちょっと私から提案したいことがあるんだ。あ、申し訳ありません。もう一つ。今度はあなたに個人的にお話ししたいことがあるのです。少しだけよろしいでしょうか？では私は先に星見の間に戻っているよ。呼び止めてしまってすみません。お話ししたいのは水晶校のことです。ご存知のように校は外見上は年を取ることがありません。それでも長く生きているだけあって、時折老人のように感じることがあるのです。あ、いえ、出不精だとか覇気がないという話ではなく、魚をペーパーナイフと勘違いした事件についてでもなくて。そう、コウはどこか死を誘っているかのような定感しているところがあったんです。
それがですね、あなた方とテンペストから帰還して以来、なんだかとても若々しくなった気がするのです。特にここ最近は皆さんと何か研究をしているのですよね。たまたま調べ物をしている姿を見かけたのですが、その眼差しはさながら無邪気な少年そのもの。まだ見ぬ未来に向けられているように感じられました。そんな光の変化が私はとても嬉しいのです。まるで付き物が落ちたように生き生きとし始めたことが。だからこそ以前の光と関わりの深い自分は近づかない方がいいのではないかと、邪魔になってしまうのではと思っておりまして。コウが？それは本当ですか？よかった。だとしたら今までと変わりなく接していいのですね。あなたにこの気持ちを打ち明けて正解でした。どうもありがとうございます。ただ一つだけ心配なのは、コウが研究に打ち込みすぎて体を壊さないかということ。どれほど若く見えようとも、私にとってはおじいちゃんですからね。
これでみんな集まったみたいだね。それではそろそろ始めようか。こういう時はいつも私が前に出てしまうが、ここは闇の戦士である君の口から語られるべきだ。賛成よ。クリスタリウムの民には闇の戦士であるあなたの言葉こそ響くはず。異論はございません。光の戦士たちの真実は同じく光の戦士でもあるあなたによって語られるのが道理と言えましょう。これが光の戦士たちの真実だというのか？なんてことだ。光の反乱のきっかけを作ったことには変わりなくとも、その後の行いを思うと俺は…ああ、自ら命を絶って異世界に渡り、救済の方法を探したり、戻ってきたその魂が反乱を食い止めてくれたり、バカだったのは自分たちだったのかもしれない。何も知らず、ただ蔑むようなことを言って。これで彼らに着せられた汚名も徐々に注がれていくことだろう。あれは。私にも見えているが、まさか幽霊。この私にもしかと見えております。確かにあの姿はかつて我らと対峙した闇の戦士、そしてこの世界の光の戦士であるアルバート。一体どういうことなの？あなたはさっきはぐれ罪喰いを倒した。まさか闇の戦士が俺たち光の戦士の真実を語ってくれていたとはな。話が早くて助かるが、ここからは俺が引き継ごう。クリスタリウムの民よ、俺が光の戦士アルバートだ。そんなバカな。たった今あなたはずっと前に死んだって。ああ、その通りだ。だが闇の戦士たちにより世界が真の姿を取り戻したことで、俺だけは蘇ることができたんだ。
これも光の意志によるもの。俺は託されたのさ。新たな光の戦士を覚醒させる使命を。彼ら闇の戦士たちはこの世界の英雄ではない。かつて俺たちが渡った異世界の住人。したがっていずれ元の世界に帰っていく。だからこそこの世界はお前たち自身の手で守って行かなければならない。もう英雄に頼っていた時代は終わるんだ。お前たち自身が新たな英雄に、光の戦士となるべく立ち上がる時だ。俺たちが光の戦士だって。どんな英雄だって何も特別なわけじゃない。俺だって一回の冒険者に過ぎなかったんだ。それが旅先で人助けをしているうちに、いつの間にか光の戦士だなんて呼ばれ始めた。ここにいる誰もが光の戦士になる可能性を秘めているんだ。重要なのはこの世界と人のために立ち上がろうとする意志だ。アルバートの魂が最後にどうなったのかは、テンペストでの戦いの後あなたから伺いました。ですが彼はこうして目の前にあり、正論を語っている。ここで異論を唱えては市民たちを混乱させるだけ。一度星見の間で話し合うことにしましょう。私は残って彼を監視しておこう。必要とあらばその動向を追うことにするよ。なるほど、あれが第一世界の光の戦士。私は初めて見るが、会ったことのあるあなた方なら見間違うということもないだろう。わしはかつて彼らと交流があったが、確かにあの男はどう見てもアルバートだ。まさか本当に蘇ったというのか。おっしゃる通りです。アルバートの魂はエメトセルクとの戦いの際あなたに託されたのですから。ええ、今もあなたの魂の強い輝きが見えているわ。彼が共にあるという証でしょう。アルバートは復活しえない。しかし事実としてここにいる。少し前に話題になった四使徒とも似てはいますが、彼は罪喰いであるとも思えませんでした。なればこの状況、あるいはまた。アシエンということ。確かにアシエンが肉体を利用しているという線はあり得る。光の戦士たちの遺体は彼らに救われた人々の手で
ユールモア領に埋葬されたと聞いたことがある。滞在人と呼ばれるようになる前の話だ。それらのうちアルバート以外の者たちの遺体は何者かによって再生され、罪喰い四使徒となり果てていた。つまり残る彼の遺体だけがアシエンに利用されたということか。アシエンの仕業だとしたら残るオリジナルはあと一人。アシエン・エリディブス。あなたがもたらした報告によれば、ゼノスは彼から斧が肉体を取り戻したと。ということは、かの白き調停者はもはやガレマール帝国皇太子に扮しているわけではない。エメトセルクも失った今、次なる一手としてアルバートとなって行動を開始した。遺体を利用するとはおぞましい。いつもそんなことをしておる連中なのか。それがアシエンというもの。肉体を持たない彼らの実態はその存在を認識されないと、人に見られることすらかなわないのです。エリディブスが砂の家に現れた時、その姿を捉えられたのはミンフィリアと我らが英雄のみ。私は気配程度しか感じ取ることができませんでした。おそらく超える力の持ち主でもなければ、アシエンの不確かな存在を認識することは難しい。それゆえに彼らが人の歴史に介入する際には、他者の肉体をまとっているものと推測されます。かつてエリディブスが私に接触してきた際も、きっと誰かの肉体を用いていたのでしょう。アリゼー様やサンクレッドにも指認されておりましたので。ラハブレアがサンクレッドを利用し、エメトセルクがガレアン人の肉体でソルテーを演じた。それと同じことね。しかしどの肉体にでもというわけではないようです。なぜならば、我らが英雄に憑依することこそ彼らにとって最善の策であるはず。それをしない、あるいはできないということは、憑依が光の加護によって阻まれるのか、何か別の理由があるのか定かではありませんが。そんなことをされてしまったら大変だ。とても叶う相手じゃなくなってしまうだろう。アルバートはかつて光の戦士だった。でも今やその魂もなく、遺体だけが残されていた。それが今回肉体を利用できた理由ってところかしら。ただ人々に光の戦士を目指せだなんて、アシエンのセリフにしては冗談が聞きすぎているわ。光と闇の均衡を保つ調停者、白き衣に身を包み、オリジナルと呼ばれる最後の一人、アシエン・エリディブス。かつて私はエリディブスと言葉を交わしました。世界の分断と統合の真実を知り、私は彼の策を逆手に取ろうと目論んだ。あの時の独断は決して褒められたものではない愚行なれど、エリディブスのことを知れたのは幸いでした。
その印象を言い表すとすれば、狡猾なる策士。彼は言葉巧みにアルバートらに命を捨てさせ、原初世界にまで導くことに成功し、己が策に利用したのです。こたびも人々を扇動しているのは何らかの策を弄しているからに他なりません。さりとて、ここで表立って彼を否定しては、光の戦士たちの真実を知ったばかりの民を混乱させてしまう。それにアルバートに魂まで託されたあなたのことだ。彼らに再び嫌疑がかかることは望むまい。だとすれば、今はまだ大掛かりに警戒を敷かず、静かに動向を追うことにしよう。あやつ、演説を終えたようだぞ。このまま黙って見過ごすのか。アルフィノ様が尾行を行うご様子、ひとまずはあの方にお任せすることにしましょう。